ヴィンセント・ガーディニアはアメリカ合衆国の俳優である。ガーディニアは1920年にイタリア王国のナポリに生まれた。2歳の時に一家がアメリカ合衆国へ移民として移住した後はブルックリン区で育つ。幼少時代は家族劇団として地元の劇場などでステージに立っていた。1940年代で役者としての活動を始め、1945年に G メン隊艦長で映画デビュー。1956年には黄金の腕でオフブロードウェイデビューも果たす。その後も順調にキャリアを重ねていき、1960年と1969年にはその演技力が評価されて、オビー賞も獲得。1972年には、ニール・サイモン作のThe Prisoner of Second Avenueで、トニー賞も受賞している。舞台における活動では、その演技の評価が高く、その後もトニー賞へノミネートされた。また映画やテレビなどにも数多く出演し、その数は100本以上にも及ぶ。1973年に出演したロバート・デ・ニーロ主演の野球映画バング・ザ・ドラムと1983年に出演したシェール、ニコラス・ケイジらとの共演作月の輝く夜にでそれぞれアカデミー助演男優賞にノミネートされている。その他の代表的な作品としてはチャールズ・ブロンソンと共演した狼よさらばでの刑事役やディック・モラニスの陰険な花屋の上司を演じたリトルショップ・オブ・ホラーズなどがある。ハリウッド映画のみならず、出生地、イタリアやフランスなどの映画にも多数出演している。今後におけるさらなる活動が期待されていた矢先の1992年、フィラデルフィアにあるホテルに滞在中に心臓発作によって死去。72歳だった。遺体は地元であるニューヨークに埋葬されている。また生前の1989年には地元であるブルックリンフェスティバルにおいてキングオブブルックリンの称号も与えられた。ありがとうございます。